こんにちは。組織を強くするビスラボ社長チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。今日ご紹介するのは、あなたが誰かに頼み事をした時に承諾してもらう確率が高まるとても威力のある文房具です。それはあなたのすぐそばにあるかもしれません。一体何だと思いますか？クリップ、ペン、鉛筆、メモ用紙、分度器、スケジュール帳、運賃、プリンター、オフィスに事務用品が山ほどある中で、あなたの頼み事を承諾してもらうときに役立つ文房具は何でしょうか？社会科学者のランディ・ガーナーは 3M 社のポストイットに代表される、付箋こそが人に書面で何かを依頼して承諾をもらう際に威力を発揮するツールなのではないかと考えました。彼は面白い実験を行っています。まずある調査票に依頼状を添えて対象者に送りました。送り方は、1調査票の記入をお願いしますと手書きで記した付箋をカバーレターに貼ったもの、2直接カバーレターに同じメッセージを手書きで記したもの、3カバーレターと調査票のみという3種類でした。その結果、付箋という名のこの小さな黄色い紙には大変な効き目があることが分かったのです。付箋付きの調査票を受け取った1グループでは 75% 以上の人が記入後返送してくれたのに対し、2グループは 48% のみ、3グループに至っては 36% しか記入返送をしてくれませんでした。どうして付箋付きだとうまくいったのでしょうか？付箋は蛍光色なので目立つからといった単純な理由でしょうか？それを確かめるため、ガーナーはまた新たに調査票を送りました。今度は3分の1には手書きの付箋をつけて、次の3分の1には何も書かれていない付箋をつけて、最後の3分の1には一切付箋をつけずに送りました。付箋が効果的なのは、単に蛍光色で目立つからというのであれば、付箋付きのグループはどちらの回収率も同じように高くなるはずです。しかしそうはなりませんでした。手書きの付箋が 69% という回収率で1位となり、何も書かれていない付箋は 43%、 付箋なしは 34% という結果に終わりました。この結果をガーナーは次のように説明しています。送り主が付箋を探してカバーレターに貼ってメッセージを書き添えたところで、別に大した手間ではありません。しかし受け取る側は、そこに送り主の手間と心遣いを感じ取り、それに報いなければならないと思うようになるのです。要するに、偏方性は人と人とを結びつけて協力的な関係を維持する接着剤のような働きをしているわけです。その粘着力は付箋の裏側部分よりもはるかに強いのは間違いありません。実はこの研究で証明されたことは他にもあります。ガーナーによると、一言書き加えた付箋を調査票に貼るという方法には、単により大勢の調査協力を促すという以上の大きな効果がありました。1の手書きの付箋付きの調査票を受け取って記入した人たちは、2、3の人たちよりも短期間により詳しく丁寧な回答をしてくれたのです。また付箋に送り手のイニシャルを入れたり、ありがとうございますと書き添えたりして、もっと親しみを込めた場合、回収率はさらに跳ね上がりました。この研究は人間の行動に関して重要なことを教えてくれます。つまり、何かを依頼するときには、その方法に親しみや心配りが現れていればいるほど、相手が承諾してくれる可能性が高まるのです。もっと具体的に言えば、職場や地域で、あるいは家庭でさえも手書きの付箋を使えば、報告書でも連絡文書でもその重要さが一目瞭然になります。これであなたの連絡が他の文書や郵便物の中で埋もれてしまうのを避けられるでしょう。その上、依頼に対して短時間で質の高い対応が得られる可能性まであります。依頼をする際に手書きの一言を記した付箋を活用すれば、得をするのは 3M 社ばかりではないということです。本日の参考文献は、影響力の武器実践編、イエスを引き出す50の秘訣です。この本は多数の実例と実験をもとに、説得の極意とその活用法を解説してくれる大変ありがたい本です。とても役立つ内容ばかりです。ぜひお手に取って一冊すべて読んでほしいです。本日は以上です。実践した人だけがたどり着ける場所があります。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく、仕事に厳しく。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。